左サイドに振っていきます。チョンチュングニアに出していきます。ミラト、ここからシュート、おー来たー、展開します。この辺りはしっかり見えています。変わって入った岡田からのクロス、安藤を胸で落として平戸シュート、決まった。さあ平戸決めました。準備してきたドリブル出しました、はあ、さあ今度はじゃあ高い位置でボールを取りました。岡田、さらには3人後ろから出てきました。パスが少し短くなりましたが平戸がキープ、切り返して岡田右足シュート、おーいい縦パスが入った、持ってきた平戸、運んできた平戸、相手逃げるとあればそれも面白いと思いますね、はい、平戸打ってきた、直接入る、上がってますね、パワープレイで来ています。さあ町田カウンタースペースでパスが通る、平戸だ、1対1、決めた。